久保さん、せっかく業における5つの S ですね。ありがとうございます。ちょっとこのタイトルで行こう。これ、なんで覚えてるかっていうと、これパクって喋ってるだけで1万回言ってるっていうね。<laughs> 1万回 <laughs>。すごい参考になったっていうコメントありますよ。4年前。チンピラごぼうさん、すごい参考になったと。<laughs> 大変参考になりました。ありがとうございます。設計業にかかわらず、仕事を、 には必要なスキルだと思います。これができないため、多くの職場の生産性が低下しています。スキルとは言わないならば、意識して身につけるものあり、訓練して向上させるものです。接客業は人格の向き勝手にひりがちゃめ残念なことですそ。その通りです。見習います。もういいコメントしかついてないですね。久保さん <laughs> ね。<laughs> いいじゃないですか。接客業における5つの S パクった動画だけど <laughs> ね。聞いた話をね。聞いた話をね。 新人研修でしょなんかさ、聞いた話をっう。<laughs> なんかね、なんか勘違いしてるんですよね。だからこれは億万長者合宿でも、僕はお伝えした、あ億万長者合宿でもね、言ったんですけど、要は第一次情報っていうね、久保ニュースの話をね、僕はしましたけどあの、要はその人の第一次情報であれば別にいいわけですよ。 でもその,その人の第一次情報かどうかは発信してみないと分かんないですよ。だ例えば僕は、僕はですよ、そうあのー、当時そのネットビジネスの会社に入った時に、えー、昼飯をね、社長と一緒に食べる時があったんですよ、一番最初の頃は。おちっていうね、定食屋で恵比寿のおちですよ。もう今お鉢なくなってるんですけど、恵比寿の。で、そこに食いに行ってたんですけど、あのー、食べ終わってね、社長と。 社長が尊敬する人誰ですかと。そうやな京セラの名誉会長稲森さんかなみたいな。誰だそれみたいなね <laughs>。でもね、僕はそれがめちゃ第一次情報だったんですよ。京セラの名誉会長、稲森和夫、初めて聞きましたね。だけど、ね、もう一般の人、ビジネス勉強してる人がすると、誰もが知ってるわけじゃないですか。だけど僕はその社長からその稲森さんの話を聞かなかったら、知らなかったわけですよ。 僕はそ,そのままね、恵比寿にあるアト,アトレっていうね、駅前の上のある本屋行ったらね、本が置いてあったんで、ね、買いましたよ。どこだっけな生き方、生き方、生き方どこだ生き方、生き方ないか生き方はどっかにあると思うんですけど、ちょっとね、本が多すぎてわかんないですね。生き方。 あれ生き方ってどこやったっけなちょっとあの探したいですね生き方紹介したいですけど。 な本がありすぎるのもあれですね。き方き方き方まあ次の動画でちょっと用意しておきますよ次の動画で <laughs>。どっかにあるはずな、ねまあねあのー まあそ,うまあ、そういう話です。大事情報っていうで。僕はその本を買って、まあ、読んでね、ああ、京セラの名誉会長稲森さんっていう人がいるんだ、みたいなね。で気がついたら、稲森和夫さんの生まれ故郷鹿児島で僕は起業してるっていうね。<laughs> なおかつ、まあ、その本にサインをもらったんですけど、10年後ね。<laughs> 本人に会って。うん。だから、まあ、なんだろうな、その、自分ができていなかった。仮に、まあ、 自分ができていることを伝えた方が伝えやすいだけであって、別に自分ができてないことでも伝えることによって、何かいい影響だったりとかね、いい話聞いたなっていう価値は提供できるわけですよ。結局は自分も問題なんですよ、これは。結局は。自分がやってた方がやりやすいっていうね、伝えやすい。なんで伝えやすいのか、自分がやってるからですよね。でも考えてほしいんですけど、ジャパネット高田って商品売ってますけど、あれ自社で開発した商品ですか まあテレビショッピング全般そうですけど、あれ自社で開発した商品じゃないですよ、ほとんどが。他社の商品ですよ。でも他社の商品をねより多くの人に広めるためにね、その他社が作った商品のいいところをしっかりと、その会社よりね、その会社より分析して、で、これはどういうところがいいんだっていうところを表現して売っていくわけじゃないですか。でも、ジャパネット高田はその炊飯器作ってないですよ。ジャパネット高田はダイソンの掃除機作ってないですよ。ジャパネット高田は、あの、 なんだあの、パソコン作ってないんですよ。ねジャパネットの方はゴリラ作ってないんですよ、ゴリラ。ね昔ゴリラっていうなあれありましたけど、ゴリラめっちゃ売ったと思うんですよね、ジャパネット方。便利にどこでも持ち運べられるんですよ、みたいなね。そう。もう20年前か、ゴリラって。20年も経っちゃったね、ゴリラね。もうないっすね、ゴリラ。<laughs> どうですかね、ジャパネット。じゃあ価値は提供できてないですか,かなんか、すごいいいなと思うから買われてるんじゃないですか 買われててななななかっったらジャパレットだかったらあんな大きくなってないですよでも他社の商品ですよ。自社で作ってない。<laughs> うん、だそれを自信を持って伝えられるかどうかじゃないですか。自社の商品じゃなくても、自信を持って伝えられるかどうかが全てだと思いますけどね、うん。で、そのいいところを見つけて、あこれはいいなと。じゃそのいいなっていうところをしっかりと伝えるか伝えないか。で、それを いや、僕はこれ作って、自分で作って自社の商品じゃないから、うまく伝えられないと思えば伝えられないだろうし。うん。もうちょっと、なんか、視野を広げることは大事ですね。うん。まあ、普通に見てるわけですから。ジャパネットだから見たことない人だって、まあまああんまいないと思うんで。うん。はい。いってらっしゃい。